はい、毎度おなじみ、ゆうご .tv でーす。早速本日のお題を読んできまーす。あ、もう今回からもう前のやつをお題が変わって、若いうちにやっておくべきこと、こちらの大きなカテゴリーの中の一つずつを読んでいくんで、その若いうちにやっておくべきこと、その中からお題は三日坊主で自分を知る、こちらのお題を今から読んでいきます。え、若いうちに三日坊主？そう思われるかもしれませんね。三日坊主をたくさんすることは若いうちにしておけ、おかなければならない大切なことです。自分に何が適していて何が適していないのかはたくさんのことにトライしてみないことにはわからないからです。挑戦する数の量が多ければ多いほど三日坊主は当然起こるべきして起こります。あなたの人生は誰の人生ですか？もちろん自分の人生ですよね。あなたが一番よく勉強して知らなければいけない科目は自分なのです。しかし学校では自分についての勉強はしてくれません。生活や生きていく上で最低限の知識、算数、理科、国語、社会などを優先して幅広く均等に叩き込まれます。それはあなたが将来社会で生活していく上で大切な基本だからです。それは小学レベルの勉強で十分です。中学や高校へと上がるほどその内容が濃くなり、必要以上に奥の深い勉強をすることになり、幅広く均等に勉強させられます。勉強させられた挙句、ある日突然進路を決めろ、大学を決めろ、学部を決めろ、仕事を決めろと言われます。まだ何も自分のことを知らない人はここでつまずいてしまうのです。進路を決めるのは学校の勉強ではなく自分についての勉強が必要だからです。何かを勉強する前にまず勉強をする自分のことを初めによく知っておかないと、せっかくの勉強も意味がありません。突然自分で自分のことを決めると言われたところで、自分でも自分のことがよくわからないので戸惑ってしまうわけです。全くもって困った事態です。なぜこんなことになってしまったのかというと、若い時期に三日坊主が足りなかったからです。できるだけたくさんの経験をして、たくさん失敗して三日坊主をすることです。自分に合っていないことを早く知り、自分に合っていることも早い時期から気づくようにするのです。学校で学ぶだけの勉強ではなく、ペットを飼ってみたり、読書を楽しんだり、習い事をやったりといろいろ手をつけてみましょう。すると必ず同じ努力をしているにもかかわらず、伸びが早い科目が、教科と出会います。それがあなたに適していることです。また、自分がやっていて楽しいなと感じることにも敏感になりましょう。人から尊敬されるからやるのではなく、純粋に楽しいと感じることをやるということです。伸びが早い教科と自分の好きなことの両方を若いうちから意識すると、将来の大学選びや職業選びに大変参考になります。自分の好きなことが将来の仕事に活かせるように人生の舵を取ることです。人生の舵を取るために必要なことは自分の好きなことです。自分の好きなことを知るためにはたくさんのことに挑戦することです。たくさんの挑戦をすることで自分の好きなことを見つけることができるようになります。また三日坊主も起こるべくして起こるわけなのです。今日の格言、たくさんの三日坊主を経験して自分の向き不向きを知る。なるほど、まあ、確かに三日坊主でも何もやらないかよりは十分大きな、変化、効果だと思います。確かにいろんな自分が興味あることないこといろいろ挑戦して食わず嫌いもしないでやってみること大切かもしれませんね。今日も勉強になりました。俺も夏に行くです。こんにちは。